このエピソードは実在のアズール連関連作とはパラレルの関係なの。自由に楽しんでね。本当にすごい人がたくさんいる。そろそろ合同大演習の主催降りようかしら。どうした姉様、いつになく弱気ではないか。だって赤字続きなのよ。それは切実だな。頼むから相手の目をよく見てくれ。彼女一切の下心はないんだ。はい、この通りです。私はあなたとお話がしたいだけなんです。その眩しい笑顔が怖いのだけど。もしもし。おや、あなた様は今回の合同大演習にはお越しにならないとそう伺っておりましたが、エンタープライズ様にお会いしたいと。はい、今はお席でご歓談とお食事をされておりますね。要件を伝えてはおきますが、お会いになられるかどうかまでは確約ができませんよ。それでよろしければ。はい、失礼いたします。高尾ちゃん、こんな料理があったわよ。ほら、青色のプルプルしたお菓子、ゼリーかしら。すごい色だな。味は想像できないわ。なぜか妙に食欲をそそられる。半分ずつにしないか。いいわね。それじゃあこうして。はい、あーん。よせ、恥ずかしいだろ。喋ってる。ユニコーンちゃん、どうかしましたか。私、他の席も見て回ってくれ。ああ、行ってくるといい。この席は温めておくぞ。イラストリアス姉ちゃん。あら、ユニコーンちゃん、来てたのね。はい、ここすごいよね。すごい？料理の種類のこと？それももちろんだけど、人の数。そうね、北方連合にアイリス、ビシアとサディアの皆様だってお越しなんだもの。まさにお祭り騒ぎって感じよね。だけど少し不思議なの。あら？これだけすぐそばに大勢の人がいるのに、ほとんどの人とは他人同士だから。そうね、話しかけることくらいなら簡単だわ。私にはそれも難しくて。誰か話しかけてみたい人でもいるのかな。あ、そういうわけじゃないの。それに他人同士なのがね、寂しいわけでもないの。あら、笑顔だし、確かに困ってるわけではなさそうね。うまく言えない。ほとんどの人にとってはお互い他人同士だけど、でも、こんなに近くにいられて、ここだとそれが当たり前みたいでたまらなく嬉しいの。なるほどね。ようやく私、ユニコーンちゃんの言いたいことが理解できたかな。他人同士とはいえ別に仲が悪いわけじゃないし、ましてやおっかない相手でもないから、私たちはこんなにも近い距離をお互い許してるってことね。そういうことでしょ。はい、お友達じゃなくても。そう、風土や文化の違いで住むところは分かれているし、考え方だってみんな違う。それでも世界中の人とお友達になるのは難しいけど、
同じ明かりの下でお食事することはもうとっくに実現したものね。うん、この平和を当たり前のことと思ってはいけないわ。そう、とても尊いものであるはず。ありがとうユニコーンちゃん、大切なことを再認識したわ。ところでユニコーンちゃん、今日は一人で来たの？フット様とだよ。そうなんだ。それじゃあご挨拶に伺おうかな。案内してもらっていい？もちろん。アマゾンさんもいるよ。